皆さんこんにちは。全力パチバカタイムズのお時間です。この番組ではパチンコパチスロ業界で起きた1週間のニュースを幅広くお伝えしていきます。まずは今週のトップニュースです。コロナ感染拡大の影響、パチンコホールにも。首都圏を中心に感染が再拡大している新型コロナウイルスですが、パチンコ業界にも確実にその影響が現れ始めています。今週業界内で感染が確認された事例は以下の通りです。埼玉県ピーアークピークンタウンの従業員1名、埼玉県安田戸田店従業員1名、東京都セガサミー大崎本社ビルに勤務の従業員1名、三重県ダイナム松坂店従業員2名、宮城県パラディソ二日町店従業員1名。また陽性者が来店したとして消毒作業のために休業を公表したのが千葉県ダイナム四街道店。さらに店名は公表されていませんが、陽性者が感染発覚後宇都宮市内のホールに立ち寄ったことが分かっています。これまでパチンコホールがクラスターになった事例は確認されていないというのが通説だったけど、決してクラスターにならないという意味ではないにゃん。ダイナム松坂店の事例ではお客との濃厚接触はなかったと保健所から確認されているようだけど、複数の感染が確認されているし注意レベルを引き上げる必要があるのは間違いないにゃん。ここのところホールでの感染対策が以前より緩くなっているというお話が先週ありましたね。そうだにゃん。パチ割れの周辺には夜の街での感染が確認されている繁華街からほど近いホールが多数あるけど、消毒の声かけすらしなくなってるにゃん。もう一度マスク着用と入店時の消毒チェックに関しては人員を割くべきと強く言いたいにゃん。またコロナ関連では抗体検査キットの営業が業界内に回ってきているという話もありますね。抗体検査キットは現在体内に抗体があるかどうかを調べるだけで、検査結果が陽性だろうが陰性だろうが今現在コロナに感染しているかどうかを判断することはできないから、ホール内での感染防止策としては全く意味がないにゃん。疫学的な調査には役に立つ面がある抗体検査キットですが、間違った知識をもとに行動すると感染拡大を引き起こしてしまうのは舞台ザ・人狼の例でも明らかです。ホール業界の方にはくれぐれも正しい知識を持ってできる限りの予防策をお願いしたいところですね。次もコロナ関連のニュースです。ヘズマ流逮捕&コロナ感染。緊急事態宣言下に営業しているパチンコホールへ突撃したことでも話題となったヘズマ流氏がこの度逮捕されました。また交流中にコロナウイルスへの感染が判明し、その足取りをめぐって騒然となっています。公表された情報によると、7月初旬から東京、千葉、静岡、愛知、広島、山口と渡り歩いていて、発熱しているにもかかわらず全国行脚していた様子に山口県知事もブチギレだにゃん。ちょっと信じられないくらい常識のない方ですね。迷惑突撃を繰り返して名前を売ろうなんて人に常識があるわけないにゃん。緊急事態宣言解除直後、某ホールでヘズマ粒子を動画に出して話してみたら好青年ですなんて言っていたホール関係者もいたけど、節穴にも程があるにゃん。ヘズマ粒子が来店した時が潜伏期間だった可能性もあったわけですからね。そうだにゃん。そのホールはたまたまタイミングがずれて命拾いしたわけだけども、そこがクラスターになっていた可能性だってあったにゃん。また今回はヘズマ粒子が槍玉に上がっているけど、来店マンは同じことになる可能性があるってことも忘れてほしくないにゃん。と言いますと、まず単純な話としてヘズマ粒子のように全国を移動しまくる来店マンたちは普通の人より感染リスクが高い存在だからだにゃん。また来店マン自身が感染していなくても来店マンの影響で普段そのホールには訪れないようなお客が集まり、ホール内がイベント会場にもなってしまうケースもあるにゃん。来店マンは通常の遊戯客と違ってファンと喋ったり時には会食をしたりするケースもあるにゃん。どう考えたって平常営業時よりも感染リスクが上がるってことは誰にでもわかる話だにゃん。だからこそ全日遊連は当初から来店イベントを禁止するようずっと訴えているんだにゃん。集客が厳しい中来店イベントに頼るホールの気持ちもわからないではないけども、ヘズマ粒子のような事例が出ている以上、これでもまだ来店マンを呼ぶようなホールには業界を挙げて断固たる措置を取るべきだにゃん。大元は広告宣伝違反にあたり警察が是非を判断する案件ですが、業界としてももう一度来店イベントについては意識を共有してほしいところですね。まあヘズマ粒子や次のニュースのようなイベンターがいる限り脱法的なイベントがなくなるなんて無理な話でもあるんだけどにゃ。並ばせや山本氏設定6投入を公表しお客を煽る。
7月17日、並ばせ屋山本氏がツイッターで自身の YouTube チャンネルの収益還元として設定6、豆乳を公表しました。店舗名は公表していないようですが、このツイートの問題点はどこでしょうか。至極単純な話で、高設定豆乳、パチンコなら釘焼きを示唆するような告知が NG ってことだにゃん。ただ、風営法の規定では風俗営業者、つまりホール法人を規制する話として書かれているから、山本氏のような外部イベンターがつぶやくのが NG かどうかは所轄の判断次第になるんだけど、それを分かっていて逆手に取っているから余計立ちが悪いんだにゃん。このツイートを見れば、山本氏が関わっているホールを知っているお客さんは当然期待しますよね。その通りだにゃん。自身が関わるホールの集客が目的であって還元だなんて笑わせないでほしいにゃん。2012年に出された警察庁の通達に完全に違反する内容だし、他の業界人のツイートにもある通り、関係する店舗すべてが処罰の対象とされても仕方ないレベルのツイートだにゃん。コロナの件もありますし、集客はあくまでもルールにのっとった形でお願いしたいところですね。それでは次のニュースです。旧規則機の撤去、人種しないホールが約 15% との噂。コロナ禍に伴い警察庁から認められた旧規則機の設置期限延長措置ですが、それに伴う21世紀会の決議内容について誓約書を提出しないホールが存在しているようです。具体的に問題となっている部分は、公社交正規は延長なしという部分で、サラリーマン番長とか外線とかは期限通り撤去してねっていう話なんだけど、まずこれが守られていないようなんだにゃん。パチワレが仕入れた情報によると、岐阜県や新潟県ではすでにサラバンの撤去期限は過ぎているのにまだ稼働させているホールがあるらしいやん。しかもそれが中規模遅延というから困っているにゃん。こういった自分たちさえ良ければいいという業界関係者は必ず一定数いますね。来店マンたちと一緒だにゃん。警察の印象を損ねる事案は台作りに関する規制にも関わるし、広告宣伝を含めた集客にだって影響するにゃん。結局は回り回って自分の首を絞めるだけなのに目先のことしか見えていないにゃん。パチスロでは2400枚規制の撤廃が目玉となる7号機の噂も出ていますが、それらに影響しないことを祈るばかりです。オットマシンクレー。さて続いてのコーナーはホットマシンプレス、略してHMP のお時間です。今週は何でしょうか。オズワンが5万枚近く出たり、イミソーレも万枚出たり、最近エマの活躍が著しいんだけど、オズワンは一度取り上げちゃったしや、今回は来週導入の信頼からバチスロ、新、北斗無双を取り上げるにゃん。まずゲームフローの説明だけど、簡単に言えばリゼロタイプの AT 機だにゃん。通常時に宝箱を取ったり巻物を取ったりといろいろややこしいけど、まずはひたすらチャンスゾーンである制圧ゾーンを目指すにゃん。そして制圧ゾーン最後のバトルで勝てば純増約8枚の AT 無限頭部に突入だにゃん。ちなみに AT 中は第一停止の目押しが必要だから、そこだけ気をつけてにゃん。北斗無双といえばパチンコでは大ヒットのタイトルですね。パチンコの北斗無双からサウンドは引き継がれている部分もあるけど、演出面はオリジナルのものが多いから、その点は安心してくれにゃん。ただどうしました。コロナの影響もあって販売台数がごっそり減ったことでも話題となった機種なんだにゃん。何やら本来2万台予定のところが5000台しか売れていないとか。しかも6号機で唯一のヒットとも言えるリゼロもさすがに最近の稼働は落ちてるし、ゲーム性が近い北斗無双の稼働には厳しい予想が多いにゃん。販売台数が少ないということはホールもメイン機種としては扱わないということですからね。そうなると当然設定状況にも影響するしや、まあパチンコの北斗無双も最初はそこまで人気じゃなかったし、後から人気が出た機種なんていくらでもあるしにゃ。パチワレは初代北斗の剣からずっと売ってるし、ホールに導入されたらとりあえず一度は売ってみたいにゃん。6号機は厳しい稼働が続いていますが、パチンコの大ヒットに続くことができるのか、来週の動向に期待しましょう。それでは今週はここまで。来週導入予定の信頼はこちらです。今週は久しぶりに多くの寝台が登場します。皆様くれぐれもコロナにはご注意の上、ホールでの遊戯をお楽しみください。それではまた来週、全力パチバカタイムズでお会いしましょう。